佐賀下流より撮影多治見橋は、岐阜県多治見市の時川に架かる、岐阜県道15号名古屋多治見線、岐阜県道421号部並み時多治見線の橋。上岸より撮影下街道のルートであり、明治の初めまでは、陶器は土橋、下機は渡し船であった。明治13年の明治天皇行行に際し、官費により初めての板橋が架橋されるが翌年。 洪水により流出してしまう。資金を集め通行料で返済することとし、明治15年に再建されるが1ヶ月で再度流出してしまう。このような経緯からしばらく再建されることなく過ぎたが、明治19年、西浦園次が資材を当時再建する。その後幾度かの補修が行われたものの流出することなく利用されていたが、 痛みが激しくなったことから検品により掛け替えられる。そして、昭和12年、コンクリート製の原田地味橋が完成する。国道19号、国道248号のルートとなり、自動車交通において重要な役割を果たし、その後国道19号、248号のバイパス完成により、県道名古屋田地見線、竹志並、時田地味線の橋となる。 平成に入り、欄干や街灯の集計工事が行われた。三幸町には、明治天皇行幸の際に、安在所となった、西浦園児の邸宅跡があり、西の浦庭園として公開されている。神明京時大橋時川橋戸合橋、古径大橋から記念京田地見橋昭和京都等と大橋マイナス国長橋。ありがとうございます。